2024年の自動車発売計画に関する最新の F1 情報によれば、レッドブルは新車 RB20 を発表することが決定されている。現 F1 世界チャンピオンであるマックス・フェルスタッペンは、2月15日のシーズン発表イベントで、RB20 を公開する予定だ。過去2年間、レッドブルは、ショーカーとしてのカラーリング発表を行ってきたが、今回はまだ未定だ。RB20 は、支配的な RB19 の進化版であり、 昨シーズン22のうち、一つを除くすべてのグランプリで優勝した。マックス・フェルスタッペンは、19勝を挙げ、3年連続のドライバーズワールドチャンピオンシップを達成し、コンストラクターズタイトルも獲得した。一方、チームメイトのセルジオ・ペレスは、2024年末に、契約が期限切れとなり、重要なシーズンを迎える。また、メルセデスとアルピーヌも、2024年の発売計画を確認し、メルセデスは、ダブル10号、 2月14日に発表する予定で、アルピーヌは2月7日を選択した。